アリドリカは、鳥類すズめめのトガである。アリドリと呼ばれる。中南米に生息する。全長級36センチメートル。褐色や黒の地味な灰色が多い。多くの種に、軍隊アリの隊列に付き従い、アリから逃げる、小動物を捕食する習性があることからアリドリと呼ばれる。 カマドドリシタメファーナーイズを構成する四つの系統の一つであり、アリドリモ目サメのフリダの唯一のトガである。マドドリカ科目で最も放散したトガで、種数の過半を占め、タイラチョウア目では、タイランチョウカに次ぐ種数である。アリドリカは次のように分けられる。ブルームフィールドへ通る、モイルへ通るによる、モイルへ通るを基準とし、彼らが分類群を与えた系統は、 ブルームフィールドエトールで指示されなくても単系統とした。双方で最も大きな違いは、黒ヤブアリドリによくトンツの位置で、モイルエトールでは単独で属レベルの系統としているが、ブルームフィールドエトールでは、エピネクリフィラと、姉妹群で、白星アリサザイ属系統の内部に位置する。ホージロアリモズビータス、クライトクトンツ、ハイガオアリモズゼノーニツ、スティンファロアニツ、 ヤブアリドリロポーニツは、図紙されていない。アリドリ族マーマシザと、おそらくズグロアリドリ族パークナスタラ、ヒメアリサザイ族マーマザーラは多系統であり、種ごとに記した。ただし、すべての種は、図紙されていない。模式種はそれぞれシロハラアリドリマーマシザロンイップス、ズグロアリドリパークナスタラルーフィフランズ、ヒメアリサザイマーマザーラブレイキラなので、 族が分割される際はそれらのある族が元の族名を受け継ぐことになる。族と種は国際鳥類学会に都が都族の間の分類は主にモイレへ通るによる48族222種が属す。白星アリサザイ族はキジロアリサザイ族アリモズ族、赤目アリドリ族白エボシアリドリ族種として記載されたが現在は種としては認められない。ありがとうございます。